影武者は、権力者や武将などが、敵を欺いたり味方を掌握するため、自分とよく似た風貌や、服装の人物を身代わりとさせること。また、その身代わりの人物そのものを言う。日本の戦国時代の武将の事例がよく知られるが、古代メソポタミアの身代わり王のように、古今東西を問わず、似た事例が見られる。替え玉とも言い、英語では、ポリティカル、デコイと呼ばれる。 戦乱の時代では、戦闘に際して部下に武将と同じ衣服や甲冑を着用させて、敵方を欺き、陽動作戦を行ったり、武将が自らの戦病師や不在を隠すために用いられた。写真がない時代では、名の知られた武将や、権力者であっても人々が顔を知っているとは限らず、有効な手段であった。平安時代の平野正門には6人の影武者がいて、 正門を撃とうとした、藤原秀里が困惑したとする、七人、正門の話が伝わる。鎌倉時代末期の原稿の欄では、五代醐天皇の副讐、加山の井諸方が帝を装い、公家を従い服装と田腰を整えて、比叡山に登り、所詮、滋賀の唐崎で、北条軍を破ることに成功したが、すぐに正体がバレて、延暦寺の僧兵に離反された。 しかしその隙に、五代醐天皇は、笠木山で拒兵した。また村上義満は、吉野城の戦いにおいて、大東宮、森吉新皇の鎧と錦のひたたれを身につけ、宮の名を偽って名乗り、身代わりとなって切腹したが、その隙に、森吉新王は、南紀に落ち延びることに成功した。戦国時代に入ると、良質な文献で、影武者の用語は存在しない。 これに該当するのが、影帽子と呼ばれた武者である。慶長元年、武田氏の旧神六名によって書かれた、曲がりぶち高市立斎藤権上書によると、武田信玄と同窓した影帽子が3名定められており、実際に平成の行事や戦場で活躍していた。左モントホメリー将軍と、右エムイ・クリフトン・ジェームズ中意金現代でも、 影武者の存在は取り沙汰されており、特に独裁的権力者は自分の地位や権力を常に脅かされる可能性が大きいので影武者が必要と考えられ、その存在が話題に上ることが多い。アドルフ・ヒトラーは連合国軍のベルリン占領直前の1945年4月30日に自決したが、遺体は焼却されて本人確認ができないほど破損し、しかも ソ連軍が持ち去ったため、ベルリンで死んだのは替え玉で、本人は南アメリカ他に落ち延びたとする説が、現在も一部に残っている。イギリス軍のモントゴメリー将軍には、M.E. クリフトン・ジェームズ中尉という影武者がいた。ノルマンディ上陸作戦を隠蔽するための欺瞞作戦の一つ、コッパーヘッド作戦の折、モントゴメリーに奮したジェームズは、地中海にて高官たちと、 南フランス侵攻について、河野場で語り合い、あえてその情報をドイツ側に漏らすことで、ドイツ軍の主力を南フランスへ逸らそうと試みた。他にも、ソ連のヨシフ・スターリン、イラクのサダム・フセイン、北朝鮮の金正日、リビアのカダフィ大佐に影武者がいたという説がある。暗殺者がカダフィ大佐を銃撃して暗殺したかに見えたが、 殺されたのは影武者だったとの話が伝えられている。ウラジミール・プーチンがロシア大統領に就任した時期は、チェチェン共和国独立派によるテロリズムが相次いでいたこともあり、影武者の利用が検討されていた。本人は利用を断ったとしているが、影武者の存在に関する憶測は、在任中に幾度も流れた。上記の意味が転じて、著名人がマスメディアの取材、 追跡を避けるため、秘書や友人など関係者を身代わりとして、マスメディアの方向をそらす際に、影武者という表現を用いることがある。ありがとうございます。